はい、どうもニンニク中毒、ゆみチャンネルのゆみです。皆さん、油そば、すすってますか？油そばっていうと、どうしてもお店で食べるっていうイメージがあるんですけど、ただ最近ね、結構カップ麺とかでもね、登場してますよね。ただ、インスタントラーメンや、特に袋麺で油そばってあまり見たことないですよね。しかしですね、私、見つけてしまいました。たまたまね、ちょっと普段行かない少し遠いところにあるスーパーに足を伸ばしたところ、まさかのね、袋生麺の油そば発見しちゃいました。それがこちら！てるーん！究極の一杯、油そば。はい、というわけで、なかなか珍しいと思うんですよね、この袋麺タイプの油そば。とは言いながらね、僕過去にこのゆみチャンネルで声優の皆様のお墨付きから出てるね、油そば紹介したことあるんですけど、まあ、それでもね、袋麺タイプの油そばって結構珍しいので、今日はね、紹介していこうと思います。しかもさらに珍しいのが、このマック食品という会社の油そばみたいなんですよね。いや、僕ね、失礼ながらちょっとマック食品さん初めて耳にしました。で、調べてみたところ、マック食品さんは群馬県前橋市にある豆腐やこんにゃくなどの食品加工会社らしいですね。ただそれ以外にもうどん、そば、中華と結構いろいろね、商品は出されてるみたいで、その中の一つにこの油そばがね、ラインナップされてるみたいですね。で、やっぱりね、油そばといえばのもっちり極太麺、いいですね。さらには濃厚タレを絡めて食べる、タレがね、濃厚らしいですよ。そしてここ、オイスターソースとガーリックがうまい。いや、分かってますね。油そばといえばガーリック。いや、これはね、なかなか期待できるんじゃないですかね。というわけで、早速食べていきましょう。ゆみチャンネル、それでは早速作っていきましょう。まず中身ですが、もちろん麺、そして、こちらですね、濃厚うま辛油そばのタレですね。あれ、うま辛なんですね。辛いってどこにも書いてなかったけどな。あ、いや、失礼しました。ここにちっちゃく濃厚うま辛醤油ダレって書いてありました。これはしっけり。というわけで、今日は一人前作っていこうと思います。じゃあまず、こちらの油そばのタレは熱湯で温めておきます。こうしておくとね、丼も温まって一石二鳥ですよ。そしたら沸騰したお湯に麺を投入、4分半茹でていきます。はい、終わりました。それでは、お湯を切りまして、ちょちょちょ、丼にイン、油そばのタレをかけまして、メンマがねえ、やっちまった、メンマがねえ、なんてこったい、肩こったい、まあ、しょうがないな。はい、じゃあネギを投入。で、今日は100円ローソンで買ってきたバラチャーシューをトッピングします。これね、なかなか100円なりにいい仕事するんですよ。というわけで、ペリペリペリ。はい、ちょっと見た目悪いな。いやー、メンマないの痛いな。そういえば使い切ったのすっかり忘れてた。じゃあまあ海苔も添えて、うん、いいんじゃないですかね。なかなか美味しそうじゃないですか。それではいただきます。それじゃあ混ぜそばなんでね、早速混ぜ混ぜしていきますよ。混ぜ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 、海苔も巻き込んでいきますからね。あー、チャーシュー、チャーシュー、チャーシュー逃げないで。おー、なかなかタレが濃厚ですね。ちょっとなんかね、タレ少ないような感じがしたんで若干不安だったんですけど、いや、これはなかなか確かに濃厚そうなタレですね。もう海苔がこんなちっちゃくなっちゃった。よし、いいかな。まあ見た感じ極太麺ではないかな。まあまあ太麺ではあるかもしれないですけど。それじゃあ早速麺いってみましょうか。それじゃあいただきます。あ、なるほどね。いや、美味しい美味しい。オイスターソースがね、割と効いてますね。たまたま僕がなのかもしれないですけど、これオイスターソースが効いてるね、油そばってあんまり食べたことないんで、僕的にはね、結構初めて、まあ初めて食べるっていうとちょっと言い過ぎだけど、なかなか食べたことのないタイプの油そばですね。
でも美味しい。あとね、この袋麺のね、油そばね、めっちゃ安いんですよ。3食入りで、いくらだっけちょっと忘れちゃったな。今多分テロップで出てると思うんですけど、そう、安いんですよ。だからね、この値段でこのクオリティなら全然ありだと思いますね。じゃあちょっとこんなちっちゃくなっちゃったんですけど、海苔も絡めて。うん、うまい。100円ローソンのバラチャーシューね。でこのチャーシューもね、割と普通に美味しいんですよ。ちょっとハムっぽいけどまあでもね、100円でチャーシュー3枚入ってるんで、それでこの味だったらね、僕は全然許せますね。チャーシューって既製品買うと何気に高いんでね、100円でこれならね、僕はね全然 OK 牧場。というわけでね、あっという間になくなっちゃいそうなので、トッピングいきましょう。普段ならね、僕油そばだったらラー油とね、お酢入れるんですけど、今日はねこれ一択でいこうと思います。でーん、桃屋の刻みニンニク。これがね、がっつりニンニク効いててうまいっすよ。ほら見て、このニンニクのゴツゴツ感。てい、混ぜ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 、絶対うまいね。じゃあいただきます。あ、ニンニクのタイダルウェーブや、波のようにニンニクが押し寄せてくる。あー、いや、もうせっかくだから、ラー油、ペペ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 ペ、お酢、チョロキア。やっぱね、油そばはね、ラー油とお酢入れないと、おんじゃまか。うん、あー、いや、うまいわ。もう油そばってね、多少美味しくなくても、ラー油とお酢とニンニク入れたら、それなりに美味しくなる気がするもん。いやいや、これが美味しくないって言ってるわけじゃないですよ。これはね、正真正銘ちゃんと元々が美味しいですから。すごい語弊を招くことを言ってしまった。それでは、あっという間に最後の一口です。いただきます。うまっ。ごちそうさまでした。はい、というわけで今日はこちらのマック食品さんの究極の一杯、油そばを食べてみたんですけど、なかなかに美味しかったですね。ただね、僕も結構いろんなスーパーには行ってるんですけど、本当にね、たまたま見つけたので、結構ね、入手するのは困難かもしれません。ただね、安くて美味しかったので、もしね、どこかのスーパーで売ってたらぜひ買って食べてみてください。ちなみに僕はまあ割とローカルなスーパーで買ったので、まあ、大手の声優とか伊藤洋華堂とか、ああいうところじゃなくて、こうローカルなスーパーの方が売ってる可能性高いと思います。はい、というわけで今日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。皆さんもニンニクいっぱい食べて夏バテにならないようにしてくださいね。それではまたお会いしましょう。またねー。